さあそれでは第1マッチ第2マッチ、振り返ってみましょう。まず第1マッチはこのダブルス、まあ、互いにこの2シーズンで初めてのこうペアリングという感じでどういう風な戦いを見せるのかなという感じでしたが、渡辺さんいかがでしたか。いやもうベテランの松平ミラノ組の思い切りの良さと、はい、まあ、あとはもう読みですね。読み、はい、このチキータレシーブに対して十分距離を取って待つですとか、はい、あとはもう宇田張本のそれぞれのストレート攻撃あたりにきっちり1ゲーム目対応して取りましたから、それでやっぱ波に乗った感がありましたね。これ確かに宇田張本は16歳18歳、まあ、16歳の張本に18歳の宇田という、はい、そういう若い、はい、決して悪くなかったですよ、ですよね、はい、長いラリーではもう本当に勝ってましたから、はい、ただ読みの良さがちょっと2人再三入ってもらいましたですね、はい、さあそしてその後はこのシングルスの、まあ、最初の試合になりますけれども、ピッチフォードと水谷という、うん、これは対戦成績も1勝1敗で、さあどんな形になるかなと思って見ていましたが、うん、そうですね、はい、やっぱこう1ゲーム目も4、まあ、ピッチフォードが4連続得点、はい、あと最後8-6から3連続得点、2ゲーム目は7連続得点で一気に締めましたよね、うん、はい、このまあ、11本ゲームというのはもう勝つ秘訣としてこの連続ポイントというのが挙げられるんですけど、もうこれがあったか取れたというのはすごく大きいですよね。あ、そうですね、まあ、ピッチフォードが、まあ、勝負強さを見せたという試合でもありました、はい、まあ、ダブルスそしてシングル